足立雄祐一は東京都町田市出身のプロ野球選手、宇藤右内、東北楽天ゴールデンイーグルス所属、小山田小3年生から町田ライオンズで投手として野球を始めた、小山電中軟式野球部時代から保守に転校した。中学時代は小山電中軟式野球部のほか軟式野球チーム北斗クラブでも正保守を務め、3年秋には、 町田少年野球連盟周期大会中学生の部決勝にて決勝タイムリーをレフトに放ち優勝に貢献した。大美林校では2年生から4番、保守として活躍し、キャプテンも務めた。2年秋には都大会で準優勝したものの甲子園への出場経験はない。神奈川大では2年次からレギュラーとなり、4年次ではキャプテンを務めた。3度のベスト9を受賞し、 三年時には、神宮大会でベスト4となった。パナソニックでは三年目から、正保守となった。ジャバ長野大会では、決勝で勝ち越し本塁打を放ち優勝、MVP を獲得した。都市大公や日本選手権にも出場し、それぞれベスト16、ベスト4であった。四年目は、ジャバ岡山大会で優勝し、MVP を獲得した。都市大公では、 チームメイトの近藤大明と共に大阪ガスの補強選手として出場し、準々決勝ではサヨナラ本塁打を打つなど、準優勝に貢献した。9月には、社会人の侍ジャパンに選出された。2015年10月22日に行われた、プロ野球ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスに6巡目で指名され、契約金3000万円、年俸1000万円で入団した。 背番号は前年引退した斎藤隆史が使用していた44に決まった。2016年5月21日に左手首の骨折によって登録抹消された島本浩に代わって一軍登録され、その日の試合で9番保守でプロ初先発出場を果たした。翌22日、第1打席で大谷翔平のストレートを打ってプロ初ヒットを放った。 6月16日の読売ジャイアンツ戦では、8回表に、スコット・マシソンから、プロ初ホームランを放った。島本博が一軍に再登録されてからは、出場機会は減ったが、安楽佐都次第が先発する試合は、スタメン出場することが多く、結果的に島に次ぐ73試合出場を果たした。2017年は、第2星として49試合に出場した。 2018年は、島の出場機会が多く、2番手補修のポジションも、移籍してきた、山下明賞に奪われる形となり、プロ入り後歳賞となる20試合の出場に止まった。2019年は、堀内健吾と大田光が出場機会を得たことで、足立自身は、自己最多の2本塁打を放つものの21試合の出場に止まる。 2020年は42試合に出場した。強権、剣手、高だが魅力の保守。愛称はダッチ。パナソニック時代は人事部総務課に所属し、主に倉庫整理や足りなくなったコピー用紙を運ぶなどの雑用を行っていた。ありがとうございます。